どうもお疲れ様です。 YouTube で収益を上げて YouTube で暮らしていこうとする方に今回はメッセージでございます。言うまでもなく、私は10年以上 YouTube を中心とした情報発信で今暮らしていますし、家族も養っています。全ての借金はありませんし、一戸建ても一括で購入しました。という形でね、回答としては YouTube だけで私の暮らしに似たようなことをすることができます。もちろん私以上の暮らしをしている人もいますし、私ほどのレベルではなくっても、副業としてね、毎月コンスタントに3万とか5万っていうのを稼いでいらっしゃる方はもっと多いでしょう。で、その中でね、今回はお伝えしたいこと2つお話していきましょう。まずは情報発信の価値のレベルです。価格のレベルと言ってもいいでしょうかね。これと、あとはね、情報発信に日々変化をもたらすってこと、これをお話していきましょう。まずは情報の価格、価値のレベルですけども、情報発信するとね、この4つのどこかに分類されるんですよ。まず最初の情報価値なんですけども、これが情報だとしたらね、これを受け取ってもらえるかどうかってことなんですよね。まさに情報発信していて、たくさんの人がその情報欲しいですよって言ってくれるかどうか。一番低いレベルは、ここに1000円札とか500円玉を貼り付けて、この情報いかがですかっていうふうにお渡しするっていうことです。当然コストかかりますんで、ずっとはやってられませんよね。でもさすがにお金っていうインセンティブがあると、その情報が多少欲しくなくてもね、受け取ってもらえる可能性は強いですよね。だからプレゼント付きの情報ってのは、視聴者さんに最も受け入れやすいものなんですよ。これが売れないとなると、貼り付けるお金の量を増やしていくか、それとも諦めるしかないですね。次の段階なんですけども、おまけはつけません。でもこの情報無料ですよっていうと受け取ってもらえるね、そういうレベルですね。情報に対して価格をつけたら売れないんだけども、でも無料だったら結構ね、受け取ってくれる方がいるなっていうのは、これもまた一つ2段階目のレベルになってきます。先ほどはここにお金を貼り付けるレベル、次はですね、お金を貼り付けずに情報のみで受け取ってもらえるレベルです。さあ、第3段階目は何でしょうか。これはですね、少額なら買ってもらえるっていうレベルです。まさに副業になってくるわけですよね。第1段階、第2段階を通り過ぎて、次に目指すのはここです。3000円とか5000円とか1万円前後だったら売れるようなものができましたっていうね、そういうふうなレベルですね。情報のレベルです。はい、それではね、本業としてこれで暮らしていこうと思ったら、どういった情報が受け取ってもらえるようにならなければならないかってことなんですけども、高い金額でも買ってもらえるような情報を自分は発信できていますかってことですよね。希少性な情報だったり、限定性のある情報だったり、独自性のある情報っていうのがこれにあたります。金額は10万単位です。20万とか30万とか50万みたいな、そういうふうな情報がポンポン売れるようになると、それによって生計を立てることができるようになります。はい、多くの方が目指すのはここですよね。でもいきなりは無理なんで、まずは無料だったら受け取ってもらえるような、そんな情報発信に努めていきましょう。その次が少額、3000円とか5000円だったら、結構売れていくなっていうレベルですね。そういうふうに自分のレベルと価格と価値っていうものを見ていってほしいと思います。さあ、次にね、情報発信に改善とか変化をつけるってことなんですけども、例えばお料理動画ってものがありますよね。いろんなお料理を作る動画なんですけども、これもそれなりに方針やこだわりを持って発信してると思いますけども、どうしてもね、この方針とかこだわりについてマイナーチェンジぐらいしかそこに入れていくことができない。つまり料理のメニューは変わったけども、やってることは同じだよねっていうふうに、やってる方はね、違うことやってるつもりでも、見てる方としてはマンネリ化するってことが起きるんですよ。その時に大事なのが変化をつける、改善するってことなんですよ。例えばお料理動画なんですけども、野菜一品でできるおかずのシリーズをバーッとね、10日間とか20日間やっていくみたいなことをしたらどうでしょうか。例えばキャベツ1個のいろんな調理方法ね、キャベツ1個を小さく刻んでお湯の中に入れて湯がいて、それに塩を振っておかずの一品にするとかね。お豆腐だっていろんな調理の方法があります。例えば味ポンをつけて煮込む料理だとかね、お豆腐の上に鰹節をかけてお醤油をつけるだけとかね、そういったお豆腐だけで作る料理ってのもあるかもしれません。そういうふうにたった一品でできるんですよっていう料理提案を考えられる限りやっていくっていう、そんな方法で変化をつけるってこともあります。あとはですね、次回予告動画ですよね。これ多くの方があんまり気づいてないんですけども、例えばね、
まあ、調理をする動画じゃないんですよ、もう。あの一応、料理機材は映ってるんだけども、そこに、調理をする人が出てきてね、今日は予告動画です。もうすぐひな祭りが近いんで、次回はひな祭りにやったら喜ばれるダイエットメニューを作っていこうと思います。お楽しみにってやるようなね、次回予告の動画を指していくってことなんですよ。もちろん次回予告だけではなくて、普段のご自身の暮らしとか、普段料理にかけてね、思っていることとかっていうのを喋った上で、そういう風にしていくといいかなと思います。まあ、つまりね、いつもいつもお料理をしているところばっかり見せるんじゃなくて、10回に1回ぐらいはそういう風にちょっと違ったものを指していくことによって、変化や改善とか反応を見るってことができますよね。もちろん反応が悪ければこういうのをやめていかなくちゃいけませんけども、いつもと違った場面を見せることによって、意外なヒット作が生まれるかもしれないんですよ。そうすると、それをシリーズ化することによって、全体のアクセスや、関係性のね、縮めることができる、深めることができるっていうような、そういうような改善がもたらされるかなっていうところですね。はい。じゃあ今回は以上のようにしておきましょうか。これからもよろしくお願いします。